公立鳥取環境大学では自然環境の保全と経済発展、2つのバランスが取れた社会を実現するための人材育成を行っています。お話しいただくのは、経営学部の石川雅美さん石川さんは、経済的な手法による環境政策の研究に取り組んでいます。今回ののテーマはゴミから見直す私たちの経済 私たち人間が出すゴミと経済社会とは、どんな関係にあるのでしょうか。皆さんこんにちは。小林鳥取環境大学経営学部の石川真澄です。ゴミから考える私たちの経済、二回目の今回は、生命としての人間を支える自然の循環、そして、 私たちの暮らしを支えている経済の循環、この二つの関わりから環境問題について考えていきたいと思います。生命としての私たちを支えている自然にはさまざまな循環があります。森が二酸化炭素を固定し、そして生き物がそれを食べ、生き物もやがて土に帰っていくという命の循環。また 山に降った雨が川になって流れ海にたどり着きそして海からまた水蒸気になって雨に変わっていくそういう水の循環その二つに代表されるさまざまな循環が自然の中には存在しています人間を含めて地球に暮らすすべての生命はこの 自然の循環に支えられて、えー、存在しています一方で私たちの暮らし現代の社会や経済というものは経済の仕組みによって成り立っている面がありますゴミの問題を考えるときについつい私たちは消費をして そしていらなくなったものをゴミにして捨てるというところに注目をしてしまいます。ゴミを出す、確かに、えー、そこは重要なポイントになります。ゴミは私たちの前からどこかに消え、そして町から消え、しかし最終的にはそのゴミは、 自然の中に帰っていくことになります私たちの暮らしている世界これを経済の世界だと考えるならば私たちが経済の世界で作り出したものを自然に返していくというのがゴミを捨てるという行為の意味ということになりますそのように考えますと 経済の中での私たちの消費というのは消費だけで成り立っているわけではありません消費されているものはさまざまな流通過程に乗って私たちの手元に届きますまた流通されるもの加工や生産というプロセスを経て、えー、私たちの手元にやって来ますそして、 生産されているものも何もないところから生み出されるわけではありませんこの先で実は再び自然とつながっています私たちは自然の中からさまざまな資源を手に入れそしてそれを経済の中で利用していくそして私たちが消費したものが最後ゴミになって出てくるということになります。 しかし、ゴミを出しているものは、消費の段階だけでしょうか。ものを売るとき、不要なものがゴミになって出てきます。また、ものを生産するとき、消費にならない部分が、さまざまな形でゴミになって出てきます。消費をした後以外にも、さまざまなゴミを私たちの経済は生み出しています。 いらなくなったもの、不要になったもの、それがゴミになって出てくるだけではありません。気体、ガスの形で出てくれば、これは大気を汚すものとして出てくることになります。汚水の形で出てくれば水を汚すことになるでしょう。私たちが自然から取り入れたものは、 いつか必ず何かし形,形あるものとしてゴミとして出すかそれとも大気や水に混ぜて出していくかゴミとして出しているものは私たちのすぐ目の前でゴミの捨て場がどんどん埋まっていくゴミの捨て場が足りなくなるという問題を引き起こしています。 しかしゴミとして出てきているものあるいはその他の形で出てきているものは何らかの形で自然から元は取り入れられたものです。ということはこの先で資源をたくさん取りすぎているという問題とも関係してくるわけです。 私たちの経済を成り立たせるためにたくさんの資源を採取しそしてそれを活用して経済活動を成り立たせる不要にになったものを自然に返していく。こうした経済が生み出した流れが自然が作り出しているさまざまな循環と必ずしも合わないそうしたところに環境問題の本質があります。 自然が受け止めきれないほどの大量の不要なものを大気に水にそしてゴミとして出すこうした形で出てくる環境問題がありますまたそもそも自然の循環の中には存在していない自然が受け止めることのできないようなものを人が作り出してしまってそれを自然に出してしまう。 そもそも返せないものを自然に出してしまっているそうした形で起きてくる環境問題もありますどちらも共通しているものは自然から取ってきたものを出すというこの経済が作り出している流れが自然の流れを歪めてしまっているということですこうした問題を解決しようとすると どのよううに考えたらいいでしょうか一つの考え方は自然から取ってくるのではなく経済の中でで繰り返し流し流てやるという考え方です一つのものを繰り返し繰り返し経済活動の中で使っていくことで自然から取るものも減りそして自然に出すゴミの量も減らしていくことができます。 リサイクルですね。ではリサイクルをどんどん進めていくことがこの自然に対する問題を解決していく役に立つのかということになると限界があります。リサイクルをしていくという上でも手間がかかりますしエネルギーがかかりますし さまざまなコストがかかります場合によってはリサイクルできずにゴミとなって出てくるものも存在していますしリサイクルの過程で環境を汚すような物質が大気や水に出てくることも考えられますリサイクルを進めることそのものが問題の解決になる というわけではありませんそうした観点から出てきたのが皆さんもよく聞かれる 3R という考え方ですそもそも自然から取ってくる資源を減らすということを考えましょうそのためには余計なものを作ったり余計なものを買ってくるのをそもそもやめてしまいましょう ゴミになるものを作らない、生み出さないという考え方がまず出てきます。差があるのリデュースというものですね。また、そうやって生産された商品を消費者が使って不要になった。リサイクルをするとなるとエネルギーや手間がかかりますから、できる限りそのままの形で使っていきましょう。 これがリユースという考え方になります。そしてそうしたことができないものを初めてリサイクルをしていきましょうというふうにこのような順番で考えていくことによって私たちの経済活動が生み出しているものの流れを自然環境が受け止めきれる範囲に抑えていくために有効であると考えられているわけです。 しかしこの 3R というのは絶対の原則ではありません。先ほどまで見てきましたように環境問題を生み出しているのは私たちが生み出した経済のを作り出したものの流れこれが自然に対してあまりに多くのものを出している。また、 自然が受け止めきれないような種類のものを自然に出そうとしているそうしたところが原因になっていますですから環境問題をどう抑えていけばいいのかということを考えるときに重要になってくるのはこの経済が生み出してくる流れをいかにコントロールしていくのかいかに抑えてあるいは自然に 変えりやすい自然が受け止められやすいものに変えていくのかということが問題になってきますしかしこの経済の流れは私たち自身が作り出している私たち消費者とその消費者のために物を作っている生産者が一緒になって作ってきたものです 今私たちが豊かな暮らしを成り立たせようとして作ってきたこの仕組みというものを変えていくためにはそのまま自然に任せておくというわけにはいきませんそこに「環境政策の役割が生ままれてくると思います未来への授業」 次回はご覧の内容です。